皆さん、こんにちは、こんばんは、武田総理です。今日も一緒に美しい漢字を書いていきましょう。今日のテーマは、敬ですね。この漢字はね、画数が多くて縦長くなりやすい漢字なんですね。縦長くならないようにするためには、左払いを開いたり、縦線などを短くする。これがポイントなんですね。で、筆ペンで書くときも、あまりこう中の部分を太くしすぎないっていうのがコツになりますね。これをぎゅうぎゅうに書いてしまうと、子供っぽくなってしまいますからね。で、今日はですね、この下の部分、水尿という部分を解説していきますね。まず水尿の一画目、こちらなんですが、この左払いはできるだけ開いていただき、しかもストレート、まっすぐ払うんですね。で、二つ目にこちらですね、二画目の左払いは、一画目の左払いに寄り添うように曲線を描きます。よく見ると、左払いの先っちょ同士が下揃っていますよね。長さを揃えると覚えておきましょう。そして最後にこちらです。右払いはややこの左払い2つよりも長くしていいんですが、あまり長くしすぎないのもポイントです。長くしすぎてしまうと縦長くなったり、ちょっとピンピンしてね、攻撃的な印象になってしまいます。もう一つ、右払いは大体ね、こう開いて書いてしまいがちなんですよね。閉じて書くようにすると引き締まります。以上のことを踏まえた上で、今からペン字、筆ペン、大筆、そして最後にアートで解説していきます。チャンネル登録がまだお済みでない方は、チャンネル登録を押していただけるととっても嬉しいです。さあ、今日もね、双葉書道会のマス目用紙を使ってまずはペン字で解説していきます。さあ、まずは心なんですが、ここね、意外と広く書くんですよね。で、この緑、この3つの余白ですね、これは全て均等に書くと覚えておきます。まあ、実際に書くと分かるんですが、1画目に対して2画目かなり離れてますよね。この2画目の横幅は狭くした方が綺麗なんですね。まあ、できればね、ここの部分ですね、うん、この2画目と3画目の間はできるだけ狭い方がかっこよくなりやすいです。さあ、実際に書いていきましょう。1画目に対して2画目、そこまで横線長くないですね。でね、この3画目なんですよ、ここ右に入り込むんですよね。わかります？こうなっていますよね。で、横線と横線の間、そこまで詰めなくていいんです。その分この縦線短いんです。まあ、横線と縦線をね、あまり無駄にこういうふうにクロスさせないっていうのがコツになりますね。この辺り結構余白がありますよね。こう引っ付けてしまうと大人の余裕を感じさせなくなってしまうので、できればね、スカスカに書きたいところなんですよね。で、ここまっすぐで、ここ丸く書いて、で、開かずに閉じるようにして書くんでしたね。さあ、続いて筆ペンで解説していきます。で、心の2画目の太さのバランスなんですが、この節の部分は細く書いて、羽の部分は小さく太く書くことをおすすめします。そう、実際に書いていきましょう。この辺ね、あんまり太くならないようにしたいんですよね。横線が特に細くなるように注意しましょう。で、左払い無駄に長くしないんです。左払いはね、あんまり長くしてしまうとピンピンしてしまいますからね。で、横線は細く、縦線は太め、まあ、そこまで太くはないんですが、横線に比べると太いですよね。で、ここ節細くしていただいて、羽の部分は太くする。こうするとね、結構バランスが取れやすいんです。ちょっとこれ太くしすぎてるけど、うん。で、左払いまっすぐ書いて、これは丸く書きます。で、徐々に太くなってストップ。で、優しく右払い、あんまり長くしすぎないように注意するですね。さあ、続いて大筆で解説していきます。まあ、画数が多いんでね、サクサク書いていきますが、筆ペンで書くとき以上にね、この太さのバランスっていうのが分かりやすいかと思います。結構ね、横線細くてね、うん、なんか縦線とかも短いですよね。このスカスカ感がね、重要なんですよね。その分ね、横線細くしないといけません。細くし、ここはちょっと太く跳ねるんでしたね、うん。で、左払いはまっすぐ目で、ここね、ここの辺りが一番太いのをおすすめします。そうするとある程度ふっくら感が出ますからね。まあ、左払いでどうしても先の方が細くなりがちなんで、で、ここは徐々に太くしてストップ。で、右下に流すんですが、あまり太くもしたくないし、長くもしすぎたくないです。さあ、続いて行書ですね。このね、ぬるぬる書くっていうのもね、すごい大事なんですよ。こうやってここで止まらずに書くということ、わかります？なんか止まってしまうと楷書的になってしまうので、止まらずにゆっくりとぬるぬる書くイメージなんですね。で、横線の斜め上がりがバラバラになるんですが、そのバラバラさ加減は下の方の横線になるにつれて、強く斜めに強く上げるとバランスが整えやすい。まあ、あんまりここはね、強く斜めに上げない方がいいんですよね。で、右払いがね、ある程度丸くなります。さあ、以上が美文字でした。ここからはお遊びタイムですね。
私の中でこの文字って女性に使われる字なんで、こういう女性らしく大人の女性にしていきますね。恵子さん、結構恵子さんっていらっしゃいますよね。うちにも生徒さんいらっしゃるかな。なんかね、多彩、細い太いをちょっと使って、でも細い線メインで書くと、まあ、綺麗な感じになりますかね。さあ今日もね、野原社の書体辞典を使っていろいろと検索していきましょう。ちょっとね、皆さんも一緒にね、眺めていきたいんだけど、まあいろんな感じがありますね。毛ってよく使いますからね。もうすごい画数が多いね。変な心ってね、こういうね、なんか小さな男の子のあれ的な感じになるんですよね。まあでもどれも似たり寄ったりですかね。せっかくなんで面白いの使ってみたいですけど、今日は草書使おうかな。この扇子という人が書いたこの文字使ってみます。でね、これを現代的にアレンジするんですよね。こう多彩とかつけたり、筆の開きを使います。こういうふうに、おっと筆が動いちゃう。これあんまりね、昔では使われてない筆法ですね。これどう書き順書くんだろう。こうかな。なんかね、太い細いつけるだけでもかっこいいし、こういう筆の開きとかを使うと面白いですよね。さあ今日はね、ゴールドスプレーと墨汁を混ぜながら、こうちょっとね、めでたい感じにしていきたいですね。こうやって上から重ねていって、ちょっとね、やっぱり金とかあの銀とかって結構弾くんでね、ちょっと大胆に描いていきたいですね。今日面白く描きたいんですよね。なんかあんまり見たことない系、結構お正月とかに使われる字ではあるんだけど、ちょっとおしゃれな感じにしていきたいですね。見てください、ここね、墨汁混ぜちゃったからこんな感じでね、弾いてね、面白くない。これ使ってなんかなんないかな。でもこれは黒いか。でもなんか渋いですね、大人のゴールドって感じ。なんでここにシルバーも使いますね。やっぱり華やかにしたいですよね。さあいかがだったでしょうか。ちょっと拡大してみると面白いんですが、ほらなんか弾いてる感じ面白いですよね。結構墨汁とペンキもね、いろんなアートを表現できて面白いです。これギリギリ読めるかな。はい、わざび以上です。ありがとうございました。さあいかがだったでしょうか。ケイ、この文字はね、個人的にすごい好きなんですよ。かっこよくなりやすいですからね。まあ今日筆ペンとかペン字で書いたところをご覧いただけるとかなりかっこよく書けますよね。でもこれに似たような漢字もたくさんあると思うので、この K を覚えるだけで他の漢字も美しくなりやすいです。まあこのチャンネルではですね、毎日1美文字を解説しているんですけれども、結構ね、この継続することって好きな私にとってはね、いいツールになっています。まあ、全てをね、解説するっていうのはね、結構大変ではあるんですけれども、やはりこうプロとして全てね、解説するのが目標なんですよ。で、なんかこう辞書を作ることっていうのを一度提案されたこともあるんですけど、なんかこう本でまとめるのってやっぱ一文字一文字の説明が希薄になってしまうんで、どうせならばね、こう自分で自ら発信することで一文字一文字こんなに楽しめるんだよってことをお伝えしていきたいんですよね。改めまして、このチャンネルでは毎日19時にね、美文字をアップしていきたいと思います。まあ、最近ではね、こう払いとか羽とか大筆の使い方っていう動画も上げていますが、基本的にこういう美文字を上げていきたいと思っています。チャンネル登録がお済みでない方はチャンネル登録を押していただき、そしてグッドボタン、インスタグラムのフォローをしていただけると嬉しいです。まあ、もしね、よろしければ概要欄ポチッと押していただけると、私の情報がポーッと入ってくります、出てきますので、そちらもご覧いただけると嬉しいです。皆さん、ここまで長い間動画をご視聴いただきありがとうございます。これからも何卒よろしくお願いします。バイバイ。